日吉本町駅は神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目に位置する横浜市営地下鉄グリーンラインの駅である。駅番号は G09。ステーションカラーは背後に迫る小高い林など身近な地域の緑をイメージして黄緑。日吉駅の南西側で古くからの歓声な住宅地の中にある地下駅。ホームは地下1階にあり、1階には 駅出入口と駐輪場、2階には、日吉本町西町会が管理する地域交流施設、行き行き会館がある。駅のデザインテーマは、潤いの広場で地域交流施設を併設することで、地域住民に愛される駅を目指して設計された。r 形状のガラスファサードで、住宅地に潤いと活気をもたらすとともに、屋上緑化、駅北側の緑を生かして、 優しく親しみやすいデザインになっている。周辺地名から取られた。東急線に接続する日吉駅と間違えやすいため、駅員が呼びかけを行っている。島式ホーム一面二線を有する地下駅。駅舎上部には、地域住民のための多世代交流施設、生き生き会館が設けられている。生き生き会館の建設にあたっては、日吉本町西町会が、約20年かけて、 近隣商店街などから寄付金を募り、計1億2500万円の資金を調達した。また市から1500万円の助成も受けている。2019年度の1日平均乗降人員は1万6737人である。開業以来の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下記の通り、駅前住宅街である。なお、駅前を発着する路線バスはないが、 以下の路線が近くに運行される。ありがとうございます。